待ってね、ちょっとテロップを書いている。よし、こんな感じにしよう。こんばんは。お、こんばんは。ゆっちっちさん、こんばんは。こんばんは。よいしょ。ヤモリさんもこんばんは。カズモリタさんもこんばんは。有丸さん、グーさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。前より髪のボリュームが多く見えるのは気のせい？あ、なんかね、なんか今日ね、セットがすごいうまくいったんだよね。こんな感じでさ、アーニャのこのふわってなってる感じがね、なんか今日偶然なんかね、結構いい感じになったんだよね。なんでだろう、わかんないんだけどね。もうこのウィッグね、なんか正直言ってね、ポンってね、投げ捨ててたんだけど投げ捨ててて、もうね、セットの仕方とかもね、忘れちゃってたし、もう髪とかもね、もうボサボサだったんだけどね、すごいいい感じにね、前よりいい感じに馴染んでて最高っていう感じになってます今日は。マルルさん、初見です、初見です。おー初見じゃないよね、初見じゃないよね。うん、ゆうゆうさんも初見じゃないよね。うんえー、渋谷におっさんアーニャ大量発生してたらしい。あ、そうなの？あ、そうだよね、今日あのハロウィンのありますよね、おそらく渋谷で。どうなんだろう、渋谷ナウの方とかいらっしゃいますか？いやー、なんか私もね、その周辺をちょっと電車で今日はなんていうか帰ってたんだけど、全然なんかね、ハロウィンのコスプレしてる人とか、なんか周りにそんな方とかはね、いらっしゃらなくて、あれ今日行われてるのかなと思ってどうなんだろう、どうなのかな、渋谷はにぎわっているのかな。ね、めっちゃなんかね、今日は髪が馴染んでるんだよね、馴染みがいいというか、こんな感じでポワってしててね、超結構この辺は忠実に再現されてるんじゃないかなって。まあ、前髪に関してはね、すごい難しくて、これめちゃくちゃ難しくてね、まだまだ研究の余地ありっていう感じですね。好評だったピンクの髪をポイ、そう、もうね、ポイってしてたの結構ね、あのもうね、もう完全にもうね、このウィッグはもう使わないもんだと思ってたから、もう使わないんだろうなと思ってポイってやってたんですよ。まあ、そしたらね、いやでも今日ハロウィンだしなみたいな、でも何のコスプレするかと、まあ、考えた時に、いや、やっぱ再びアーニャじゃないかなと思って、ちょっとねチャレンジしてみました。お、埼玉のおじいちゃんさん、かぼちゃちゃんありがとうございます。かぼちゃんありがとう。いやー、このアバターももう今日で最後だったりするかな。いやーね、もう寂しいね、ちょっと寂しくなるね。お、デランさん、パタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃんありがとう。お、ゆうゆうさんもありがとうございます、ありがとう。あ、そして埼玉のおじいちゃんさん、パタパタちゃんもありがとうございます、嬉しい、パタパタちゃん。皆さんね、ぜひね、パンダのね、アバターちゃん、ハッピーハロウィーンってね、こううちは持ってるね、あのパンダのアバターちゃん見つけたら、ぜひイズミン来てるよって教えてくれたら嬉しいなんかね、そのアバターちゃんが来た瞬間にトリックはトリートって言うと、なんかね、私も皆さんもなんかね、何か豪華景品なんかね、いただくチャンスがあるみたいで、見逃せないでしょこれはっていう感じでちょっとね、狙ってます。30分間だけかな私は。なのでね、皆さん教えてくださると嬉しいです、来てたらね。よいしょ。お、マルルさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。そして大輔さんも、パタパタちゃんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、今日もありがとうございます。ね、待ってね。お、サワムさんも、パタパタちゃんありがとうございます、パタパタちゃんどうもありがとう。そしてデュランさん、ハートありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。マルルさんも、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。お、グーさん、パタパタちゃんありがとうございます、パタパタちゃんありがとう。デュランさんも、パタパタちゃんありがとうございます、ありがとう。
そして、ナハハンさん、かぼちゃちゃんありがとうございます。ありがとう。いや、ほんとこれ今日で最後なのかな、なんか寂しいな。埼玉のおじいちゃんさん、ファイト一発ありがとうございます。頑張ります、頑張ります。噛んだあとハートもありがとうございます。ハートもどうもありがとうございます。よいしょ。あーなるほどね、6位のところに現れるのかな、パンダ来たら。あー多分そうかもしれない。あのね、まずまあ皆さんにもねチャンスがあるんですよ。パンダアバターが訪問したルームにつき1名の視聴者様にアマゾンギフトカード1000円分プレゼントって書いてある。だからね、皆さんももしパンダがここに遊びに来た場合はチャンスがあるんですよ。すごくないですか。1名だからもうかなり確率はね低いと思うんですけどね。どうなんだろう。くれって欲しいよね、欲しいよね、くれって書いてあるそうだよね、うん、当たりますように、当たりますようにというか、うん、来ていただけますようにお、トシオグさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。そしてヨシーさん初訪問ありがとうございます。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。現在アーニャのコスプレをしております。ハロウィンパーティー一緒に楽しみましょう。よいしょ。お、サブロータさんこんばんは、鍋ちゃんさんもこんばんは、まいちゃんさんもこんばんは、来てくださってありがとうございます。りっちゃまさんもこんばんは、山田子さんも来てくださってるこんばんは、あぶらちゃんさんもこんばんは、来てくださってありがとうございます。よいしょ。うん、あ、ねねねねね、そうだよね、おりんちゃんもね、アーニャのコスプレしてたよね。今ね、もうアーニャはね、もうね、コスプレ皆さんもするよね、するよね。おそらくあの今日のあの渋谷のハロウィンもアーニャであふれ返ってるんじゃないかなっていう感じで、おりんちゃんめっちゃ可愛かった、めちゃくちゃアーニャ似合ってたよね。ピンクメイクめちゃくちゃ似合うよね、おりんちゃんって。うん、いや、なんていうか、どのぐらいアーニャがいるのかちょっと見てみたい気持ちもあるけどね。いや、だけどお家で待機だよ、お家で待機。うんそんな感じで、でね、あのパンダアバターがあのルームに来た場合なんだけど、私はね、なんか何だったっけ、当たらない可能性もあるのかな。うん、お菓子かそれとも何かきっともらえますって書いてある。だからパンダちゃんが来たらいいってことなのかな。うんよいしょ。お、よしのりさん、100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。いや、すごいね、100回目の訪問さんがねどんどん増えてきてるんですよ。もうありがたいというか、いや、私もね、100回目が続出するぐらいに配信をやってるっていうことだから、まあ、それはそれでね、いや、自分も頑張ったんだなっていう感じがすごくしてる。お、ゆきねさん初訪問ありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってください。泉ちゃんに何かあげてほしい、パンダさん優しいね。うん、サワムさんにもね、何かもう、てか皆さんにもね、もう何かね、何かあるといいけどね、何かあるといいなということで、まあ、ちょっと期待を抱きつつも、あのね、もうコスプレ配信もね楽しんでいけたらいいなと思います。お、お、あさみんさんこんばんは。お、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。というかイベントありがとうね、あさみんさん、ありがとう。いや、本当に本当にね、あさみんさんもうランクインしてたからね、お祝い、お祝い、今お祝いするありがとう、本当にありがとう、来てくれてありがとうね。ゆっくりしてってね、今ね、コスプレ配信中だよ。うん、パンダをボコって何かくれやってする配信会怖い怖い、パンダちゃんがね寄りつかなくなっちゃうパンダちゃんが逃げてしまう。もうね、何かくれやって言ったらもうね、いや、ダメだよ、トリコはトリートしか言っちゃダメなんだよお、ブラウニーさん、ファインさん、ハルさん、ハヤちゃんさん、星ありがとうございます、ありがとうございます。お、ゆうきさん、かわいい、ありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。そしてりっちゃまさんもかわいい、ありがとうございます。そしてあ、ゆうきさん、いいね、ありがとうございます、いいねもありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、パタパタちゃんありがとうございます、パタパタちゃんありがとうございます、ありがとう。そしてなべちゃんさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。そしてゆうきさん、パタパタちゃんありがとうございます、パタパタちゃん。うん、あさみんさんもパタパタちゃんありがとう、ありがとうございます。
お、デランさんもだるまありがとうございます。だるまありがとうございます。お、そしてうん、鍋ちゃんさん、パタパタちゃんありがとうございます。すごいね、もうね、パタパタちゃん最終日かもしれないねだから皆さんくださってるのかな、ありがとうございます。山田子さんもパタパタちゃんありがとうございます。ありがとう。有丸さんもパタパタちゃんありがとうございます。もう天国に飛び立っていくんだろうな。いや、でもハロウィンだから地獄なのかな土方さんもパタパタちゃんありがとうございます。ありがとう。そして HKT 超絶おじさんもパタパタちゃんありがとうございます。ありがとうございます。大輔さんもね、パタパタちゃんありがとうございます。ありがとうね、本当にありがとう、パタパタちゃん。うん、マルルさん似合う、ありがとうございます。いや、嬉しいね、アーニャ。アーニャのコスプレね、もう2回目なんだけどね、もうどんどんレベルアップしてったら嬉しいな。いや、なんていうか、他にもね、コスプレしたかったんだけど、したかったんだけどね、何かあったかな。また何かコスプレ、他のもしてみたいと思います。今日はアーニャです。お、高尾りんごさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、かわいいも、ありがとうございます。嬉しいね、本当にありがとうね。あ、そしてワッピさんもありがとう、パタパタちゃん、パタパタちゃんありがとうございます。いやね、嬉しいね、嬉しいね。いや、なんていうか、ザ・ハロウィンって感じがするね、なんかするね。いや、なんというか、アニメじゃないコスプレでもよかったんだけどね。まあ、なんていうんだろう、お化けのコスプレとかかな、なんだろう、かぼちゃのコスプレとかでもよかったんだけどね。うん、アーニャもいいよね。ほのさん初訪問ありがとうございます。そしてヘロさんかな、2度目の訪問ありがとうございます。ありがとう。青も似合うだろう。あ、髪の色、青ね、青もね、ちょっとやってみたい気持ちはあるというか、まあ、何色の髪が似合うのかっていうのはね、結構気になるから、ピンクに限らずね、なんかいろんな髪色をウィッグで試してみたい気持ちはある。ゆうたさん初訪問ありがとうございます。おこたさん、おこたさんかな、来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。うん、かぼちゃのコスプレ、うん、とかしかないかなと思ってとかしかないかなと思ってね。ほのさん初訪問ありがとうございます。よいしょ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 。うん、プラさんが初訪問ありがとうございます。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。声優さん目指してお勉強中です。よろしくお願いしますっていうの、すごく久しぶりな気がするなんていうかね、この2週間はイベントだったしね、なかなか目指してお勉強中ですっていうよりも、ただいまイベント中でございますっていうのが多かったからな。うん、アーニャさんこんばんは。いや、嬉しいね、アーニャさんと呼んでくださってありがとうございます。マサトさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。うん、30色ぐらい髪色配信、あーでも確かに、いやでもね、ちょっと虹色もチャレンジしてみたいよね。虹色系というかあるのかな、虹色ウィッグとか、わかんないけど、あったらなんかちょっとそれも試してみたいなって。ちょっと待ってね、16分か、どうしよっかな、どうしよっかな、今日は。よいしょ。なんかあるかな、なんかいい感じの髪型とかってあるかな。髪型じゃなかった、コスプレ、コスプレってなんかあるかな。お、ゴンさんフォローありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。よかったら一緒にお話しませんか。うん、あ、園田さんこんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんはってなってる。こんばんは、こんばんはって感じになってるね。こんばんは、ぜひごゆっくりしてってください。うん、ハロウィン誕生日、ハロウィンってことだよね。園田さん本当にハロウィン誕生日なの、おめでとう。ってことは香里ちゃんと同じなのか、おめでとう、おめでとう。そうだよね、そうじゃない可能性あり、わかんない、ハロウィンが誕生日ってこと。おめでとう園田さん、おめでとうってことでいいのかな、合ってる、その解釈で合っているのか。ちーさんが初訪問ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってください。うん、キャラ愛が溢れるコスプレなら何でも、あ、なるほど、なるほどね。だったらどうしようかな、だったら何のコスプレがいいんだろう。下着のコスプレの方がいいのか、
どうしようかな。プリパラのコスプレとか。お、あ、園田さんやっぱ誕生日なんだ。おめでとう。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア、園田さん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。おめでとう、園田さん。おめでとうございます。いや、なんか羨ましいな。なんかハロウィンが誕生日ってめっちゃ良くないですか？行事ごととかさ、絶対忘れられないじゃん。もう絶対覚えてもらえるじゃん。ね、羨ましいよね。羨ましい。お、パチ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 、ありがとうございます。お、デランさん、だるまありがとうございます。だるま、ありがとうございます。ありがとう。お、デランさん、こんばん、こんばんって言っちゃった。こばんもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。うん、おめでとう。いや、すごいよね。うん、そう、かおりちゃんもね、今日誕生日なんだよね。そう、お祝いのね、LINE をね、送ったんだけどね。うん、なんか11月、絶対遊ぼうねっていうね、約束をしてきました、かおりちゃんと。いやーね、遊びたい、早く遊びたい、早くね、すっごい遊びたいです、かおりちゃんと。なんていうか、もっとね、早い段階でかおりちゃんと遊ぶ約束しようかなと思ったんだけど、いや、思った以上にね、演技とかがね、全くね、もう上達しなかったから、ちょっとでもね、演技が上達したら、というかちょっとでも余裕ができたら遊びたいなとかも思ってたんだけど、なかなかね、そういう機会もなくて、まあ、というか、まあ、今でもそうなんだけど、今でもそうだけど、まあ、でも11月はね、ちょっとというか10月誕生日でみんなと約束しちゃったから、約束したから、まあ、たまには1日2日ぐらいはね、遊んでもいいんじゃないかなと思って、ちょっとかおりちゃんと遊ぶことにしました。うん、遊ぶことにしましたというか、遊びたかったの、すごく。しんしんしんさん、フォローありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、練習頑張ってるんだね。そうですね、なかなかね、なんていうか上達スピードも上がらずっていう感じで、すごくね、もう悩みに悩んでた、まあ、この1年だったからね。11月も、まあ、なんていうか、これからも練習は頑張っていくんだけど、ちょっと一日休み取りたいなっていう感じで。うん、いいね、いいね、いいでしょう、いいでしょう。うん、そんな感じで遊びたいと思います。パチ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 、なんかハテナがついてる、ハテナがついている。なんでだ、なんでハテナがついてるんだ。住宅環境も悪いのにすごいよ、ありがとう。まあ、なんというか、まあ、今のところ叫ぶというか叫んではないんだけど、まあ、なんていうか、最低限、最低限というか、迷惑にならない範囲で声とか、まあ、時間帯とかも考えて出したりとかしてて、今のところは大丈夫なんだけど、大丈夫ではあるんだけど、まあ、でもやっぱ引っ越したかったりはするよね。うん、たまには遊んでリフレッシュ大切。まあ、そうだよね、だよね。まあ、なんというか、まあ、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、演技の勉強も人との関わりとかもめちゃくちゃ、まあ、大事だと思うから、まあ、いい意味で言うとコミュニケーションとかして、なんかその演技の勉強とかにもなるしっていう感じで、まあ、全てがね、勉強になるから、演技って。うん、だからそんな、なんていうか、遊ぶことも大事かなって思う、たまには。なかちゃんさん、初訪問ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ぜひごゆっくりしてってください。ごゆっくり。ループは少なくなった気がするね。ありがとう。ハロウィンの、なんだろうこれ。あ、はやちゃんさん、ありがとう。なんかハロウィンの、お化けがバイバイしてるやついただいた。ありがとうございます。ありがとう。ハッピーハロウィン。ありがとう。ありがとうございます。かわいいね。もうこれも最後なのかな。これで、今日で最後なのか。あれ、何の話してたっけ。あ、ループ、ループ。あ、そうだ。多分だけどね、この家に住んでる方が減ったのかもしれないです。Wi-Fi 結構なんか取り合いみたいな感じなんですよ。取り合いっていうか、結構つないでる方が多いとね、多分通信速度がね、遅くなっちゃったりとかするんだと思うんですけど、多分住んでる人が減ったのかなっていうので、最近ちょっとなんか調子がいいんですよ、 Wi-Fi の調子が。それはちょっと嬉しいなって。りっちゃまさん、かぼちゃちゃん、ありがとうございます。ありがとう。そして高尾りんごさん、ハートもありがとうございます。ありがとう。
そしてりっちゃまさん、かぼちゃちゃんありがとうございます。ありがとうね。本当にかぼちゃちゃんね、可愛かったけど今日で最終日かもしれないからね、もうたくさん目に焼き付けとこう。たかおりんごさんもハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そしてりっちゃまさん、パタパタさん、パタパタさんじゃない、パタパタちゃん、ありがとうございます。ありがとう。減った意味深。いや、なんというか、もうかんというか、結構ね減る時期なのかな。まあでもなんというか、いやでも10月9月10月とかは結構なんか、うん、そういう時期なのかなって思っちゃう。うん、人との関わりめっちゃ大事よね。まあそうだよね、人との関わりとか、まああとは街とか歩くだけでもね結構勉強になったりするから、なんか人の歩き方とかさ、もうなんか最近は研究してるんだけど、まあ、女の子の役ばっかりとも限らないから、なんか男性ってどうやって歩くんだろうとか、結構人間観察するようになりました。うん、入居者数で影響出るって面白いね。まあ、多分そうだと思うんですけどね、どうなんだろう。結構、うん、Wi-Fi はスムーズになってきたんだよ。パタパタさんって視聴者さんにいましたね。 いたんだよ。いやなんかね、つい最近ね、パタパタさんというね、あの方がね遊びに来てくださるようになって、パタパタちゃん、パタパタちゃん言ってたらね、あの遊びに来てくださって、なんかねすごい親近感を抱きました。お、埼玉のおじいちゃんさん、だるま100受け取ってありがとうございます。本当にありがとう、受け取ります。ありがとうね、だるま、ありがとう。そして、あ、パタパタちゃんもありがとう、本当にありがとうございます。パタパタちゃんも嬉しいね。お、ブラウニーさん、そしてデュランさん、星ありがとうございます。ありがとう。動きまで見てるの？そうですね、なんというかアニメーションのなんか演技だけじゃなくて、なんか舞台演技とかもレッスンであるから、まあ、それの参考がてらっていう感じで、やっぱ本物見る方がリアリティが増すというか、っていう感じで結構なんか人間観察するようになりました。お、木の神さん、初訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。ごゆっくり。うん、ブラウニーさん、星ありがとうございます。ありがとう。マープーさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってね。うん、お、マルルさん、いいね、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。いいよね。何がいいのか、いいよね。ゆうきさん、パタパタちゃんありがとうございます。パタパタちゃん、どうもありがとう。あ、ブラウニーさん、星ありがとうございます。ありがとう。あさみんさんも星ありがとうございます。ありがとう。お芝居好きになった？ああ、うん、なんていうか最初はね、全然なんか声優さんになりたいって思っている割には全然なんかお芝居のこととかもなんかさっぱりよくわからないっていう状態だったんですよ。最初もう本当に本当にもう全然もう右も左もわからずっていう感じで、まあ、好きだったけど、あ、なかなかうまくいかないなとか、感情ってどうやってやるんだろう、どうするんだろうみたいなところとかも多かったけど、なんか最近になってなんかね、追求することが楽しくなったというか、追求するやり方がなんか自分の中でなんかレパートリーが増えたって言ったらいいのかな、なんていうか、お芝居をしていくうちに、あ、こういう練習の仕方をすればいいのかっていう、その引き出しがね、どんどんなんか増えてきてるような気がして、だからなんかそれが楽しいなって思うようになりました。もうね、前まではね、どうやるの、どうやっていい声を出せばいいのみたいなことしか考えれなかったんだ、考えることができなかったんだけどね。だけどだんだんなんか、あ、こうやって研究していけばいいんだっていうのが分かり始めてからは、なんかちょっとだんだん楽しくなってきたというか。マープーさん、星ありがとうございます。ありがとうございます。うん、すごい知的な探求だね。そうだね、結構なんか考えることが多くなっちゃうよね、演技してると多くなっちゃうんです。うん、あ、八六兄貴さん、ありがとうございます。出たな、ボイラボのどこが魔族や、どこが魔族や。こんばんは、来てくださったり、あ、というか八六兄貴さん、あの何だったっけ、推薦コメントだ。推薦コメント
さんではないけれど、いやでも嬉しいです、本当に嬉しい。コスプレとても可愛いですね、ありがとうございます、ありがとう。いやちょっとね、イベント中にね、私スパイまだ全然見れてないからね、見なきゃいけない。もう今のところもうね、アーニャのコスプレをしてる割には全然なんか詳しくない事件発生してるから、今ねアニメ見てる途中なんですよそこだけちょっと申し訳なさがある。うん、あ、田村さん好きになったのはヨアペダの影響？あ、そうです、そうです、そうなんですよ。一番最初にね、田村ゆかりさんを知ったのはね、弱虫ペダルなんですよね。それで知ってでからのシュタインズゲートですよ。そう、シュタインズゲートの方がね後なんですよね。あ、確かに、うん、ナルトもテンテンもですよね。思えばそうだそうだそうだ、うん、テンテンもね可愛いですよね。可愛い、すごい可愛いですよね。いや、そうだった、ナルトもだった、うん、そうそう、姫のやつですよ。それですよ。もうね、もう弱虫ペダルね、高校の時にドハマりしたんですよね。それでね、もう姫もめっちゃ好きで、映画も見に行ったし、あとね、あの学生時代ね、筆箱とかも、あのバッチとかめっちゃ、もう板筆箱とか作ったりとかしてるぐらいハマったんだよね。それから田村ゆかりさん知ってね、もうめちゃくちゃ可愛い声に癒されて、そっからだね。うん、菜の葉待ってね。あ、そうだそうだ。で、あの私、あのイベント終わったじゃないですか。イベント終わって、ま、終わる前にもし、あの私が、ま、最終審査に通ったらというか、あの選ばれたらなんか食べるみたいな話をしてたじゃないですか、覚えてるかな。なんかお寿司食べたいとか焼肉食べたいとかいう話をね、あの皆さんと、まあ、してた時があったんですけど、今日はねちょっとそれをね用意してきたんですよ。あっていうわけで、うん、あという感じで、ちょっとね、もう千月めやさんかな、あ、初訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。ボイスラボ東京7期生の梅本泉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お、りっちゃんさん、2度目の訪問ありがとうございます。ありがとう、おかえり。そう、最終的にはあのグランプリをいただけたから、あの焼肉に行くのは行くんですけど、ちょっとその前の段階のこともまだしてないから、あの決勝に行けました記念の今日はね、お寿司お寿司をというか、まあ全部でもいいんだけど、全部でも何でもいいんだけども、ちょっとね今日はねお寿司をね用意してきました。だからちょっとそれを食べたいと思います。チュールに夢中さん、2度目の訪問ありがとうございます。ジョジョ園個室じゃなかったっけ。いや、ジョジョ園にね行きたい気持ちもあるんだけど、まあひとまずねちょっとお寿司にしとこうかなっていう感じで、うん、お寿司をねちょっと久々に食べたいと思います。いやね、我慢してきた、ここまでねお寿司を我慢してきたんですよ。え、待って、嘘、待って、同期の方どこだ、うん、どこだろう。あ、いた、あ、足束さんだ。ありがとうございます。あの同期の足束さんが来てくださいました。ありがとうございます、ありがとう。ぜひぜひごゆっくりしててください。可愛いです、嬉しいです、ありがとうございます。あの同期の方がね来てくださいました。7期生同期、あの私、あの足束さんの配信ね、あの小窓であの覗きに行ったことがあるんですけどね、頭から葉っぱが生えててめちゃくちゃ可愛かったです面白いと思って、頭からね、あの目が出てるのが可愛かったです、とても癒されました。うん、ぜひぜひ皆さんね、足束さんのルームチェックです。ありがとう、ぜひごゆっくりしてってください。よいしょ。ってことで、ちょっとねお寿司をね持ってきたいと思うので、ちょっとね少々お待ちください。ちょっとねお寿司の準備をしますのでね、ちょっと待っててね、待っててください。ということで、行ってまいります。
違うかな、違ったかもしれない偽物かもしれない。あれ、イズミン来たよ。あ、うん、あれ本物なのかな、うん、本物なのかな、違うかもしれない。公式ショールームスタッフアットハロウィン2022が入室しましたって書いてある。え、本物なのかな違うかもしれないけど、来てくださってありがとうございます。ぜひぜひごゆっくりしてってください。うん、どうなんだろう、違うよね多分ね。え、偽物あるの、偽物わかんない。なんかね、パンダのアバターが登場するはずなんですけどね、しないから偽物の方かなと思うんだけど、どうだろう、どうなんだろう。あ、え、本物だ、本物だった。え、え、嬉しい。あ、トリックアトリート、トリックアトリート、え、本物だ偽物だと思って、あ、嬉しいです、ありがとうございます。嘘、嬉しい、トリックアトリート、すごいすごい、嘘、そんなことあるの、うん、びっくり。あ、これから抽選をして当たった商品をプレゼントします。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうじゃない、ありがとうじゃない、ありがとうございます。欲しいプレゼントはありますか、欲しいプレゼント、欲しいプレゼント、ぜひお任せ、お任せいたします。もう本当に本当に何でも嬉しいから、嬉しい。嘘、あ、一等は、パーカー、パーカー、2等はショールームオリジナルタオルで、パーカー欲しいですいいのかな、いいのかな、タメ口すいません、本当に興奮しちゃって、パーカーめちゃくちゃ欲しいです、めちゃくちゃ欲しい、当たるかな、欲しいですね。いや、もうもし当たったら配信で嬉しすぎて、嬉しすぎて、パーカーでも毎日来ますので、3等がマカロンギフト、他いろいろな、全部いいな。でもパーカーが一番やっぱり欲しいですね、欲しいですね。パーカーが当たりますようにお祈りしております本物ですって、すごい、偽物だと思ってましたけど、本物嬉しいな、すごい、ありがとうございます。来てくださって、ぜひぜひごゆっくりしてってくださると嬉しいです。嬉しい。あ、よかった、視聴者さんにも抽選で1名 Amazon ギフトカード1000円分をプレゼントします。よかった、ね、もう本当によかった、いや、よかったよかった、皆さん皆さん、 Amazon ギフトカード1000円分プレゼントだって、1名様に。うん、お、ドキ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 してきた。いや、何でも嬉しいけどすごいすごい、うん、いや、すごいな、ドキドキするな、抽選スタートだって、おお、すごいドキドキするドキドキしますね。うん、トリカトリカ、ガラ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 、当たれ、当たってください。何が出るんだろう、ドキ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 、うんうん、うん、ドキドキするな、うん、なんだろうなんだろう、かおりちゃん2位だった、本当に、うん、うん、ドキドキするね、なんだろう、なんだろう、うん、なんだろう、あ、出ました、うん、なんだろう、なんだろう、なんでしょうか、うん、何が当たるかな、パンポ、嘘、本当ですか、ありがとうございます、パンポめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、嘘、本当ですか、パーカーですか、ありがとうございます、嬉しい、毎日来ます、毎日来ます本当にありがとうございます365日来させていただきます、本当にありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、スタッフさんありがとうございます、本当に嬉しい、すごい、一等でしょ、一等ですよね、本当にありがとうございます、嬉しい、本当に嬉しい、パーカー、パーカー言われた、パトカー、パトカー呼ばれちゃったのかな、ありがとうございます、本当にありがとうございました、嬉しい、皆さんパーカー当たりました、やばい、やばいですよね、やばいですよね、毎日はちょっと、毎日はちょっと、いや、もう本当に毎日来ますレッスンにも来ていきます、本当にありがとうございますやったやった、嬉しい、超激レアですよね、本当に激レアだよね、いや、嬉しい嬉しい嬉しい、本当に嬉しいです、
嬉しい。しかも皆さんにもねチャンスがあるみたいなので、ぜひね当たった方はね私に報告してくださると嬉しいですね。嬉しいな。うん。あ、では視聴者さん抽選は、あ、なるほど、当たるか分かんないのか、まだ分かんないのか。もう誰に、あ、もう決まるの、もう決まるんですか。え、どうなんだろう、誰に当たるんだろう。ドキドキだねこれは。もうその場なのかな。こう、誰に当たるんだろう。めっちゃ喜んでるやん。もうめっちゃ嬉しいですよ。今からですか。すごいね、今からなんだ。誰になるのかな。誰かに当たれ。誰かに当たってほしいね。当たるかな。今すぐなんだね。これもびっくり、またびっくりです。ドキドキするな、ドキドキ。誰に当たるんだろう。誰かな。すごく楽しみ。ガラガラしてる。誰だろう。なんかすごいね。415人中の一人でしょ。もう相当だよね。ワクワクするね。どうなっちゃうんだろう、気になるな。めちゃくちゃ盛り上がってる。なあさんだ、すごい、おめでとうございます。え、なあはんさんおめでとうございます。すごい。おめでとうございます、おめでとうございます。いいんですか、なあさん、おめでとうございます。いや、いつもねあのショールームね遊びに来てくださってる方だから、本当に私も嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。すごいね。こんなもう最終日だし、もうバタバタしてたからね、もうこんなこと起こると思わなかったです。もう本当にありがとうございました。ありがとう。いや、すごいね。コスプレ配信中企画ご参加ありがとうございます。こちらこそ本当にお忙しい中来てくださってありがとうございました。パーカーも嬉しいし、あの皆さんにねあの抽選も楽しんでいただけて、もう本当に盛り上げてくださってありがとうございました。最高の企画でした。もうショールームさん本当にすごいですね。本当に最高の企画でした。楽しかった。ドキドキしたし、すごくドキドキした。お、特典は後日発送させていただきます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。毎日来ます。本当に毎日来ます。それでは失礼します。ハッピーハロウィンです。ありがとうございました。いやー、すごいパーカーすごい。パーカーもすごいし、ギフト券もすごいよね。本当にありがとうございました。ハピハロ、すごい、持ってる。なんか今年運良すぎて怖いですね、本当に。運良すぎて怖かった。ハッピーハロウィン。パーカー着て配信だね。もうそうだよね、着て配信するしかない。もう本当に着て配信するね。楽しみにしててください。パーカーはやばい。こんなことあるんだ。10月めっちゃ当選する、泉ちゃん。もうね、すごいね、運を使い果たしちゃったかもしれない今年の。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。言ってみるもんなんだね、意外とね。なんていうかパーカーが欲しいって言ってみるもんなんだね。嬉しい、本当に嬉しい。たかゆっきーさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。3名ですか。何人中というか、3名、本当に3名だったの。まあ、でもそうだよね、だってそうだもんね。そうだね。3名って書いてあるね。やばいよ本当に。ささ3名、激レアじゃないですか。3名やばいですよ本当に。感謝です、本当に嬉しすぎる。絶対切る。全員中3名はすごすぎる。いや、やばい、本当に嬉しい。絶対着るよ。トシさん、フォローしました。ありがとうございます。もう今日本当についてるね。今日どころか。すごくついてる、ここ連日。全ライバー中だよね。そうだよね。すごくないですか？すごいよね。すごすぎる。そんなことあるんだ。天に選ばれた女。そんな、本当に、でもすごいよね。すごい、本当にすごい。
いやね、嬉しすぎてやばい。もう今年本当についてた、本当についてたね。うん、半端ない半端ないですよ本当に。あ、ちょっと待ってね、ゆうきさん流れ星ありがとうございました。さっきね見たよ、さっき流れ星と、あとペンライトもね、ペンライトもね、ぼわーって、あのね、ショールームさん、そう、スタッフさんがね遊びに来てくださったから盛り上げてくださってたのかな。もう本当にありがとうございます、ゆうきさん、ありがとう。りっちゃまさんもいいねありがとうございました。いいねたくさんありがとう。そしてディランさん、小判ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。またゆうきさん、ペンライト、たくさんありがとうございます。ペンライト盛り上げてくださってありがとうございます。ディランさん、だるまありがとうございます。ありがとう。そしてディランさん、ハート連なってるやつありがとうございます。ディランさん、ハートもありがとうございます。いや本当にすごかったよね。もう目がこんなだったもんね、ずっとえみたいなええって、すげえよかったね。もう本当に嬉しいです。もうやばいやばい。でもパーカー、もう私ね、パーカー自体も大好きだから、パーカーめっちゃ着るんですよ私。うん、あ、ではお寿司は、あ、そうでした。うん、お寿司、そうだね、お寿司もね用意したんですよ。いや、パーカー当たった記念っていうことでもあり、いやもうめちゃくちゃいいよね、超いいよね。よし、ちょっと開封していきます。よいしょ、ちょっと待ってね、待ってね、よいしょ。うわー、めっちゃ美味しそう、めちゃくちゃに美味しそうです。見てください皆さん、こちらです。じゃじゃじゃーん、やばいよね。ちょっと待ってね、開けるね、すぐ開ける。いや、やばい、こんな美味しそうなの、なんかもうほんと久しぶりに食べるかも、やばいよね。よいしょ、うん、ということで開けました。やばい、これめちゃくちゃ美味しそう、見てこれ、うん、最高、やばいよね、こんな感じです。やばいやばい。でですね、これね、中トロ入ってるんですよ、中トロ。え、中トロ絶対これだよね、これ、こんな感じです。これが中トロ、めっちゃやばいよね。アナゴくれ、アナゴも美味しいよね、めっちゃ見せびらかしちゃおう見せびらかしちゃいます。いや、やばいよ本当に、これもう美味しそうすぎてやばい。よし、今からちょっと食べていきたいと思います。いや、パーカーも当たったし、もう本当に今年つきすぎてるぐらいついてるからね、もうやばいよやばいよしか言ってないね今日は配信で。よし、ちょっと食べていこうと思います。わー、最近のチーク菓子はリアルですね。いや、もうこれはね、これはもうね、お寿司だこれはいや、でもチーク菓子であるよね、お寿司ね。作ったっけ、この配信で作ったかな。よいしょ、待ってね、よし、こんな感じでちょっと変えてみました、気分転換、あーにゃ、お寿司食べるにしました。よし、こう、マカロン当たったテロップにしてる、 あ、なるほど、お寿司食べる、パーカー当たった、パーカー当選って書いた方がいいのかな、どうなんだろうどうなんだ、書いた方がいいのかな、これって書いた方がいいのかな、嬉しいけどなんかパーカー当選バーンって書いちゃってもいいのかな。よいしょ、ちょっとお醤油をつけます。いや、嬉しかった、本当に嬉しかった、パーカー当選強すぎる、本当に強すぎる、もうパーカーも本当に私大好きだから、うん、なるほど、うん、このままでいいかな、テロップはすごくね気持ちは嬉しいんだけど、このままにしとくね。よし、よし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 、あ、なるほど、ショールームさんが嬉しいということか、なるほど、なんか書いてるとなんかうーんってなっちゃう人いないかな、いないかなっていう感じでちょっと悩んだんだけど、書いた方がいいのかなこれって。よし、これにしよう。よし、じゃあこれで。アーネコス、パーカーありがとうございました。い
いかな、いいかな、気楽に行こうよ。そうだよね、気楽に行こうか。うん、気楽に。嬉しいのは書いた方がいいもんね。そうだよね。いや、なんというか、うん、よき、ありがとうございました。あ、ピエンの方が良かったかな。ガチ泣きかピエンか、どうしよう。いや、こっちの方がいいな。うん、こっちの方がいいと。よし、いいね。あ、ありがとうございます、ありがとう。よし、そんな感じで。いや、嬉しいね本当に。パーカーのお祝いみたいな感じもあるよねこれね。ちょっとじゃ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 ーん。いやー、やばい、これは本当にやばいです。いや、何から食べようかな、悩む。いや、でもね、まずはね、自分はね、あの、ハマチ大好きだから、これからちょっと食べたいかな。よし、これからちょっと食べちゃいたいと思います。ひょっ、お、よいしょ。よいしょ。うん、こんな感じです。じゃあ食べるよ、食べますよ。うん、いやー、こんな感じ。スクショタイム、唐突のスクショタイムが始まる。じゃあ食べよっか。いただきます、いただきます。うん、最高ですね。うん、いや、本当に美味しいですこれ。なんというかね、お口の中でね、もうなくなっていく、もうとろけるようになくなっていく。もう最高すぎる、もう最高すぎてやばいですね。感動、お寿司の味に感動しております。うん、素晴らしい。もう本当にね、もうね、ずっと求めてたこの味よっていう感じの味がしてる。もうハマチなのにね、もうこれ中トロですかっていうぐらいね、もうとろけてる、もうとろけすぎている。いや、今日のね、お供はね、これですよ。今日のお供はカルピスです。今日のお供はカルピス。いやー、最高、最高にね、もう本当にもう幸せで。うん、カルピス、もうね、今回だけちょっとカルピスです。めちゃくちゃ美味しい。うん、節約生活お疲れ様でした。いや、まだ節約生活はね、一時続きます。ちょっとね、もうね、まだまだ、あともうちょっとかな、あともうちょっと節約して、そしたらもうね、解放されるかな。うん、そんな感じですね。あ、レオンハルトさん、ありがとうございます。パタパタちゃん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しすぎた、パタパタちゃん。そして、ゆうきさん、ゆうきさんもありがとうね、流れ星、ありがとうございます。いやーね、本当に美味しい、もう最高すぎる。お寿司ってなんでこんなに美味しいんだろう、なんでこんなに美味しいのかな。待って、じゃあ最後にね、ちょっとこれをね、ちょっと食べて、中トロちゃんを食べて締めようかなと思います。ちょっとあんま食べ過ぎてもあれだからね、ちょっと中トロちゃんを、赤身ください。意外とね、あの、赤身もね、ほんと最高だよね、最高。よいしょ。よし、ということで、ちょっと中トロも食べたいと思います。よいしょ。いや、もうこれが美味しくないわけないからね。よし、ちょっと食べていきたいと思います。いただきます。うん、うん、
もうね、口に添えた瞬間から美味しい。うん、あー幸せ。こんなに幸せなことってあるんだな。うん、美味しすぎる。もうね、もうね、本当にね、うん、久しぶり。久しぶりとか初めましてかも。もうね、口に添えた瞬間からなくなった。もうやばかったです。もうとろけが、さらにとろけ。うん、これはもうね、初めましてですよ。もう初見です、これ。もう初見中トロ、これもうね、やばかった。本当にもうね、スルってね、なくなってった。うん、早いね、早いね。もう時間巻き戻してまた食べたいもんね。うん、今日は香里ちゃんの配信で、さっき配信で乾杯してた。あ、そうなんだ。昨日も香里ちゃん配信してたよね。今日がメインみたいな感じなのか。あ、そっか。なるほど、なるほど。うん、香里ちゃんもね、すごくね、優しくてね、というか香里ちゃんね、毎年ね、私の誕生日一番に祝ってくれるというか、12時ぴったりにね、祝ってくれて。もう本当にね、香里ちゃんね、すごい優しいし、まあ私に限らずね、他のメンバーさんとかにもね、12時ぴったりに送ってるみたいで、やばいよね、もう神だよね、香里ちゃん。もうね、みんなが喜ぶことを率先してやってくれるところというか、めちゃくちゃ優しいよね。え、そうなの？そうですよ、そうだよ。香里ちゃんは本当に優しいから。うん、久しぶりのこんばんみ。お、こいちゃさんこんばんみ、来てくださってありがとうございます。今ね、こんな感じで、グランプリ取ったお祝いにお寿司食べてた。あとね、さっきね、ショールームのね、今イベントをやっててね、コスプレ配信して、コスプレ配信中っていうタグをつけて配信すると、なんか抽選でなんかいろいろ当たったりとかするっていうのがやっててね、さっきね、パーカー当たったんですよ。やばくないですか、パーカーが当たっちゃったの。もうね、神配信だった今日は。本当に神配信で。うん、よいしょ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 よ、一等賞、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当に本当にね、もうね、毎日来ちゃうからね、もうリアルに来ちゃうからね、もういつだって私はね、ショールームさんのパーカー着ますから。うん、最大3名しか当たらないってことは、唯一の1名だった可能性も。唯一の1名、まあ、でも3人しかいなくて、というかもうね、配信始めたのがさ、22時ぴったりで、もう残り30分しかなかったんですよ。もうまさかね、まさか配信に来ていただけるなんて思ってなかったからね、超びっくりしました。期待はちょっと抱いてたけども、期待は抱いてたけど、まさかのまさかでね。毎日はちょっと、もう毎日だよ、これは毎日着ないとね。お、はやちゃんさん、パトカーは違うよ。迎えに来て、何を迎えに来たのか分かんないけど、パトカープープープーって言ってるかもしれない。そう、最初ね、あれみたいな。その最初、アバターは表示されてなくて、お名前だけ表示されてたんですよ。だから、あれ？偽物の方かな？いや、でもあるよね、こういうこともあるよね。たまに偽物とかもあるじゃん。ね、偽物の方かもしれないですって言ったらね、本物だったんだ。本物だと思って、もうすごい失礼なこと言っちゃって、うん、いや、もう偽物だと思うじゃん、まさか来るとは思わないじゃん。うん、だからね、もう偽物かなと思ってたらね、本物だったんですよ。めちゃくちゃびっくりしました。本物です、そう、本物ですってコメントが来てた。うん、今度はね、来て配信したいと思います。うん、お寿司サプライズを超えるパンダサプライズ、もうね、サプライズありすぎてやばかったです。いや、私がこれもこの配信で一番のサプライズだと思ったよ、このお寿司がね。まさかのパーカーが一番のサプライズになるなんてっていう。
もうねパーカー配信と化したもんね。もうね本当に嬉しかったです。本当に本当に嬉しかった。うん、届いたら見せてね。見せるね、着るね、どんどん着ちゃうね。もうねまたまたパーカー着てるじゃんみたいなノリになっちゃうかもしれない。もう最初はおめでとうみたいな、もう次からあ着てるねみたいな、その次からあれみたいな、また着てるじゃんみたいな、次もういつまで着てるのみたいな感じのノリになっちゃうかもしれないです。もしかしたらまた着てるじゃんみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、まあ、ツッコミは禁止ということでよろしくお願いします。よし、そんな感じで、そんな感じかな。そうだな、そろそろ23時だね。あともう一個食べようかな。あともう一個食べておしまいにしようかな。これ何食べようかな、これ。ね、一個ね、食べたいのあるんですよ。一個。これ食べたい。ウニ。ウニめっちゃ大好きで、あのウニってね、あのお店によって全然味が違うんですよ。そう、ウニマスターの私がね、言うんですけども、ウニはね、なんか癖がないのと癖があるのがあるんですよ。なんか味全然違うんだよね。だからこれはどうなんだろうなと思って。アーニャとパーカー交互でお願いします。もういつも、もうこれが通常運転みたいになっちゃうんじゃない。もう誰もアーニャのコスプレにツッコミを入れなくなるという配信があるかもしれないね。ウニマスター、そうウニマスターの私がでも語っちゃうんだけど、もうねそういう時あるんですよ。ウニの味が全然違うんです。もうだからこんな感じでちょっと食べていこうと思います。いただきます。どうだろう。うん、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 初見かもしれないこの味。うん、程よく癖がある。うわ好き、めっちゃ好き。もうね癖が全くないのもあるんだけど、程よくね癖がグーッとくる感じ。うん、最高、最高すぎた。うん、いやこれ外れがない、美味しすぎる。初見が痛いね。バレた、バレましたか。もうね、うん、初見の味でした。これは全部初見ですね。これは味わったことのない味が口の中でね繰り広げられてるんですよ。これはうん最高すぎ。うん本当に最高。もうね今日ね超幸せだった。もうね今日ねこれ以上幸せな日ないかもしれないぐらいにね、もう今日ね幸せ続きでね、今日めちゃくちゃ運がいい日だなって思ってる。うん、正直お寿司羨ましい。もうお寿司ね、もう皆さんもぜひ食べてみてね。高尾りんごさんも食べてみてね。だってお寿司食べるだけでさあー幸せ、もう今日も生きててよかったってなるじゃん。もうだからね皆さんぜひねお寿司食べてみてね。ちょっと落ち込んだ時とかね、うまくいかない時、お寿司食べるとね全てがチャラになるから。うん、今日もおめでとうございました。なんかおめでとうございましたがめちゃくちゃ多いなって最近思うね。もうほんと嬉しい。この調子でね、運をつけていきたいなと思います。うん、ってことで今日の配信はここで終わっちゃおうかな。そろそろね、23時になったからね。よいしょ。なははんさん、ハートありがとうございます。ありがとう、ハート、あ、すごいいっぱいくださってる、ありがとうございます。そしてマープーさんもハートありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。うん、そんな感じで終わっちゃおうかな。うん、こちらこそ、残りはスタッフと俺がいただきます。残りは全て私がいただきます。食レポの仕事をお待ちしております。もう関係者多すぎじゃないですか。多いよね。うん、よし、ありがとう、めちゃくちゃ嬉しいハロウィンでした。もう本当だよね、もうすごい確率だったからね。400名ぐらいで当たってるからすごいよね。それもまたすごいし、本当にすごいよね。持ってる、ナハハンさん今日は持ってる。ありがとうございました、本当にね。よし、ということでそろそろ壇上をお読みしていきたいと思います。
皆さん、601人の皆さん、そして星とかカウントとかコメントとかギフトとかくださった方、本当にありがとうございました。そして何よりね、あのショールームさんパーカーありがとうございました。もう本当に本当にね、届くのが楽しみ、届くのが楽しみだしね、もうね、うん、着る、絶対着る、もうたくさん着るからボロボロになるまで着たいと思います。本当にありがとうございました。ありがとう、ボロボロになっても飾ります。ありがとうございました。嬉しかった。よし、ということで壇上をお読みしたいと思います。13位マープーさん、ありがとうございました。そして12位マルルさん、ありがとうございました。そして11位はワッピさん、ありがとうございました。そして10位はレオンハルトさん、ありがとうございました。そして9位は高尾リンゴさん、ありがとうございました。そして8位はアサミンさん、ありがとうございました。そして7位はリッチャマさん、ありがとうございました。そして6位はデュランさん、ありがとうございました。そして5位はショウコさん、ありがとうございました。そして4位はブラウニーさん、ありがとうございました。そして3位は埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございました。今日もありがとうね、癒されました。ありがとうございます、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとう。そして2位ははやちゃんさん、はやちゃんさんも本当いつもありがとうございます。ありがとう、もういつもいつもね、あのすごいよね、もうランキングがさ、もう 1,2,3 位のどれかにいる印象しかないもん。本当にありがとうね、はやちゃんさん、いつもありがとう、ありがとうございます、ラブだよ。そして1位ゆうきさん、ありがとうございました。ゆうきさんもね、ありがとう、今日も盛り上げてくださってね、ありがとうございました、楽しかったよ。うん、嬉しい配信になりました。皆さんね、本当にありがとうございました。ありがとう、またね、遊びに来てくださるのを楽しみに待っております。ありがとうね、うんうん、ハピハロセンキュー、ハピハロセンキューです。本当にありがとうございました。ありがとう、ショールームさんもありがとうございました。ということで、そろそろ終わっちゃいます。ということでね、皆さんまた、通常配信というか、あのアーニャじゃない私配信もね、あの楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、うん、そうだね、おやすみなさい、おやすみなさい。カウントで、じゃあさよならしましょうか。いきます、せーの、3、2、1、ありがとうございました、おやすみなさい、バイバイ。